ひな鳥を鍛える教官たちが。自衛隊のアクロバット飛行チームといえば、今や国民的人気を誇るまで愛されるようになった航空自衛隊のブルーインパルスが有名ですが、陸上自衛隊にも年にたった一度だけ臨時編成されるヘリコプターによるアクロバットチームがあることをご存知でしょうか。その名はブルーホーネット。メンバーは陸上自衛隊の次世代を担うひな鳥陸曹航空操縦学生たちを鍛え上げる航空学校宇都宮校栃木県の教官らによって編成されます。ブルーホーネットは例年5月半ばに行われる北宇都宮駐屯地平木町記念行事の航空ショーにおいてアクロバット飛行を披露しています。今年2016年は5月に伊勢志摩サミットが行われたため6月19日日の開催になりましたが、当日は梅雨時にもかかわらず好天に。ヘリコプター独特の軌道を交えた一糸乱れぬ演技に飛行場を埋め尽くした多くの観客たちがパイロットたちへ惜しみない拍手を送りました。世界中に軍隊系のアクロバット飛行チームはあまたあれど、そのほとんどは飛行機を使用しており、ヘリコプターを使うチームは少数です。そのユニークな魅力に迫るべく、ブルーホーネット全6機の中の1番機を操縦し、ホーネットリーダーとして編隊を率いる操縦教官の福田智彦三等陸タスクに話を聞きました。中本記事においてブルーホーネットの飛行展示を便宜上、アクロバットおよびそれに類する言葉で表現していますが、日本の航空法においてヘリコプターのアクロバット曲芸飛行は禁じられています。ブルーホーネットおよびスカイホーネットの飛行展示演技は航空法で認められた範囲内でのみ行われています。ヘリコプター TH-480B での演舞、そこにあるメリット。まず世界でも珍しいヘリコプターによるアクロバット飛行展示について、福田さん佐は操縦教官の技量向上と団結の強化を図るとともに、その成果を一般の方にも見ていただこうという思いで行っていますと話します。ブルーホーネットで使用しているヘリコプターは2011平成23年に導入されたエンストロム社アメリカ製の TH-480B という練習機です。福田さん佐によれば、この TH-480B は OH-6D に比べ余剰出力、高度なアクロバット軌道を行うにあたって必要なエンジンパワーの余裕が少ない機体だとか。 OH-6D は陸上自衛隊航空学校でかつて練習機として使用されていた卵型の可愛らしいヘリコプターで、同型の機種が観測ヘリコプターとして使われていたこともあり、陸上自衛隊らしいグリーン系の迷彩塗装が施されていました。これを用いて演技飛行展示を行っていた頃は、機体上部にあるメインローターの音が蜂の葉音に似ていたことからスカイホーネットというチーム名でした。しかしこの OH-6D の耐用命数が近づいたことに伴い、新しく導入された TH-480B はそれまでのイメージから大きく変わるということで、チーム名称も部内で検討。2015年よりブルーホーネットとして再スタートし、機体色もその名の通り青色のすがすがしい塗装になっています。 OH-6D に比べ TH-480B の余剰出力は少なくなりましたが、必ずしもデメリットばかりではないと福田さん佐は言います。 TH-480B は OH-6D に比べ速度が遅いので、飛行場の周辺のみで演技をコンパクトにまとめることができます。福田さん佐、つまり観客の目の前から大きく離れることなく短時間で次々と演技できるという利点があるのです。現在の TH-480B は OH-6D よりも速度を出せないため、迫力にやや欠けると思いますが、体型の保持に留意して実施しています。航空機の性能を最大限発揮するとともに、
見ている方が楽しめるように科目を構成しています。6機が息を揃えて演技しているところを見ていただきたいです。福田さんさ、インパルスのように専門ではないもののブルーホーネットのパイロットは前述のように航空学校宇都宮校の教官であり、ブルーインパルスのようにアクロバットを専門にはしていません。しかしながらいずれも経験豊富な教官だが、一機につき操縦担当と周囲の確認担当の計2名で搭乗し、相互に連携することによってリスクに対する予知を高めるとともに安全の確保に細心の注意を払って演技しています。そしてその優れた技量を有する6機12名によるアクロバット飛行は非常に高いレベルにあります。筆者関健太郎航空軍事評論家はこれまで世界各国の軍隊によるアクロバットチームを50以上取材してきましたが、今回の取材で体験したブルーホーネットの素晴らしさはそれら世界有数のアクロバットチームの一つとして名を連ねるに値するものであると確信させるものでした。ヘリコプターの操縦士は非常にやりがいのある仕事です。健康な人なら男女を問わずなれるのでぜひ目指してください。福田さんさ、今年の北宇都宮駐屯地平木町記念行事には多くの子どもたちが来場しました。その中から将来ヘリパイロットになる人が出てくるかもしれません。